仏教の信仰宗教にハマっている、家族を救う方法ありましたら教えてください。洗脳という本は家族にプレゼントしましたことなんです。あ、無理でしょうね、これね。正直洗脳にハマってる人の洗脳を解くのって専門家でもかなり難しいです。なんでかっていうと、人間って洗脳されてると思っているような人って、実はほとんど洗脳されてないことが多いんですよ。で、皆さん洗脳って簡単に使えますけど、言葉とか、いわゆるそういう内容で、相手を洗脳するのは実はほぼ不可能です。例えば、新興宗教とかオウム真理教とかありましたけど、彼らってどんなぐらいやばいことしたかっていうと、科学者とか優秀な東大卒の科学者とかを囲っていて、彼らに麻薬を作らせたんですよ。化学合成できる麻薬みたいなものをね。で、それを、まあ、いわゆる炊飯器とかにぶっこんで、大会とかしていたらしいんですよ。本当かどうかわからないんですけど。あとは、お香の中にタイマー混ぜたりとか、そういうことをして、だから要するにその、ね、いわゆるこう、教祖が、こうやって空中を浮いていたとか、みんないろんな伝説を言うんですよ。あれはもう簡単で、もう教祖がこうやって瞑想してるときに、タイマーとかガンガン高くてですよ。そうすると、みんな幻想が見始めるわけですよ。それですごい力あるみたいに信じて。させたみたいな。で、これ昔からシャーマンとか使うテクニックだったりとかもするんですけども、そういうことをやって頭をおかしくしないと洗脳ってできないんですね。だから宗教にハマっちゃって洗脳されてるんですって人は、じゃあそれ洗脳されてるんじゃないんですよ。自分からハマってるんですね。で、人間っていうのは自分が信じたい未来を信じるわけだから、社会が突きつけてくる現実よりも、信仰宗教の教祖たちが言ってくるまやかしの方が自分にとって都合がいいから信じてるだけなので、洗脳を解くための方法を家族に教えたところで洗脳は解けませんね。それは家族が現実と向き合うですね、勇気を、手に入れるための方法を教えてあげるしかないと思うんで、これはね、やっぱり自分が現実と向き合うきっかけになるような、ことにですね、直面しなければ、変わらないので、まあ、気づくまでほっとくしかないと思いますよ。うん、これは。一応ね、こういう本もあります。自信がなくても行動すれば自信は、とかついてくるって本があって、まあ、こうなんかは、まあ、自分の行動とか言動とかに自信を持つために必要な本ですが、まあ、多分目向けないでしょうね。都合がいいことを信じますんで。儲け話を信じている友達と同じですよ。それ絶対やべえだろみたいな儲け話を信じてる友達とかに、いやお前それやべえからやめとけって言ったら、お前は俺の成功を邪魔するのかとか言ってくる人いるじゃないですか。人間ってね、びっくりするぐらい自分にとって都合のいい事実を信じるんですよ。うん、弱い生き物なんで。弱い奴は騙されます。だから強くなろうよって話です。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。